こんにちは、生命科学部の吉本です。今から参考文献の書き方についてアドバイスしたいと思います。もちろんペップナビにも参考文献の書き方っていうところがあるんですけど、僕は留学中に便利なサイトがあったのでそちらの方を紹介したいと思います。まず Google か Yahoo か何でもいいんですけど QUT サイトっていうふうに入力してください。そしたらこちらの QUT サイトライトっていうのがヒットします。これをクリックして開けてみるとこのような画面が出てきます。ここでは APA のハーバード、AGLC、バンクーバーのように引用の仕方っていうのが載ってあります。まずは一番よく使う APA スタイルの使い方を説明したいと思います。APA スタイルっていうところをまず選択していただきますと、このような下の画面が出てきます。その引用が本からなのか論文なのか、そしてインターネットソースなのかっていうのを選択するところがあります。まずはブック、本から引用したとしますと、次にその本がプリントされているものなのかエレクトリック上のやつなのかっていうところが出ていきます。その本がプリントだった場合はこちらをクリックしますと、このようにレファレンスリストの書き方っていうのが出ていきます。ここでは著者の書き方、そして年度で、タイトル、エディションで、プレイスオブパブリッシャー、パブリケーションとパブリッシャーっていう順番に書くよっていうのを指定されています。これに合わせて書いていくと問題がありません。で、注意してほしいのがここにイタリックがあるところです。タイトルっていうのをイタリックで書かないといけないっていうところまでも指定してくれてます。次にインターネットソースから引っ張る方法を説明したいと思います。まずインターネットソースっていうところを押していただいたら、その次にそのインターネットソースがウェブページなのかドキュメントなのかブログなのかっていう選択の欄が出ていきます。自分がウェブページから引用した場合、このように例を出してくれます。ここの場合はインテキストっていうことで文章中の引用の仕方を教えてくれています。エグザンプルとしては According to the Cooper なんちゃらなんちゃらのような方法があります。そしてレファレンスリストの書き方についてはここにテンプレートがあります。ここでは著者、年度、タイトルで Retrieved from URL のような形で書いてほしいということが指定されています。ここで例えばオーサーが1人じゃなかった場合、著者が1人じゃなかった場合どうすればいいのかっていうのを説明していきます。まず最初のページに戻っていただきますと、ここ左下のところに Authors という選択の欄があります。ここを押していただいたら、その Authors が何人なのか、もしいなかったらどのように書けばいいのか、で2人だった場合、3人だった場合で、それよりも多かった場合っていう例が載っています。それ以外にもコーポレートオーサーやエディターみたいな場合はどのようにしたらいいのかなっていうのも書いてあります。例えば例を見せていきますと、オーサーがいなかった場合、著者がいなかった場合っていうのはテキスト中にはどのように書いたらいいのかって言ったら、ここ論文やチャプター、ウェブページのタイトルを書いてください。そしてその次に年度を書きます。で、ここに例が載ってあります。で、レファレンスリストではどのように載せたらいいのかっていうと、一番最初、著者の名前じゃなくてタイトルをイタリックで載せます。それ以外にも例えばエディターだった場合、テキスト中ではオーサーと一緒のように引用するのですが、レファレンスリストではこのように EBS のように書きます。また他に著者が複数名いた場合どのようにしたらいいのかって言ったら、テキスト中ではここの etr のような表記の仕方をします。で、レファレンスリストでは全ての著者を書いてください。で、こちらが APA スタイルになるんですけど、それ以外にもバンクーバースタイルっていうのを書きたかった場合っていうのは、ここの欄を選択して、また同じように本であれば本、
で、それが印刷されているか印刷されていないのかっていうのも同じように選択していただきますと、ここにレファレンスリストとして同様の画面が出てくるので参考にしてください。以上で参考文献引用の仕方についてレクチャーを終わります。最後になんですけど、引用について自分の意見と他人の意見を分けることっていうのは非常に大事になってきます。もし他人の意見を無断で引用してしまうと、もし自分が一生懸命調べてたとしても剽窃という犯罪になってしまいます。そのためこちらの QUT のサイトや PEP の引用文献の仕方などを利用して十分気をつけて引用や参考文献を使ってみてください。これで終わります。ありがとうございました。